支持隊員。訓練を受ける死児部隊。死児の基地。米軍の臨時滑走路と火力支援基地が併設されている。民間不正規戦グループは、ベトナム戦争期においてアメリカ合衆国の不正規戦戦略に基づいて編成された民兵部隊。部隊の編成、訓練は中央情報局の支援の下でアメリカ陸軍特殊部隊軍によって行われ、隊員は ベトナム中部山岳地帯に住む少数民族、モンタニアールより募集された。ベトナムは金属が人口の9割を超えるが、中部高原地方の山間部や高原地帯には、ジャライ族、エデ族など少数民族が多く暮らしている。しかし、第一次インドシナ戦争後、近代化を推し進めるベトナム共和国では、国内の少数民族に対し同化政策を推進していた。 これに対して少数民族は反発し、これら民族出身の軍人や役人など有力者が自治権を要求していた。時のゴディン DM 政権はこれを認めず、さらに戦略村への移住を強いた。このことから1950年代後半には政府と少数民族との間で武力衝突が頻発。1959年1月、皇族が武装放棄し、政府は 鎮圧にニコ師団を派兵、高原地帯を経済封鎖支援の供給を止め、200村落が焼け払われ1万世帯が住居を失った。1960年12月には、ジャライ族が放棄すると、またも厳しい弾圧が行われ、1962年には、中部高原の70万人のうち15万人が、住居を追われた。南ベトナム解放民族戦線は、 少数民族自治区の設置を主張して GM 政権を非難した。こうした強制疎開は少数民族を以前より容易に南ベトナム解放民族戦線に参加させるようになった。これに対し当時南ベトナムの同盟国として多大な軍事援助を行っていたアメリカ合衆国はこの動きに危機感を抱き反共主義による少数民族の結束を施行し始めた。 これに基づいて計画されたのが、シッジ計画であり、1961年11月より、ブオンエナ王において着手された。アメリカ陸軍特殊部隊員たちは、訓練の他にも、モンタニアールと共に生活しながら、医療活動などを通じて、信頼関係を築き、その結果、シッジ計画は成功を収めた。1963年の終わり頃には、 米軍特殊部隊に忠誠を誓う1万8000名の新自攻撃隊員が120個中隊で編成され、グリーンベレーによる指揮の下、国境周辺のパトロールや監視を行った。最盛期には80もの前線基地で4万人の湿地隊員が北ベトナム軍や南ベトナム解放民族戦線と戦闘を繰り広げた。なお、当初アメリカ軍は湿地部隊を 南ベトナム陸軍の指揮下に置くつもりであったが、山岳少数民族の部隊と金属主体のアーベンとの間で反目が根深く、武器持ち逃げや金属上官殺害、集団脱走といったトラブルが絶えなかった。そのため、指示部隊は米軍の指揮下に置かれることとなった。指示計画により編成された部隊は、軌道打撃部隊と通称と、軌道遊撃部隊の2種があった。 MSF は1964年10月より設置された部隊であり、即応部隊としてヘリボーンなどにより迅速に展開して、策的撃滅作戦を実施することが主眼とされた。またその優れた即応制から戦闘捜索救難の支援など様々な任務に投入された。MSF の部隊編成は、登場は下記の通りのものであった。 MGF は1965年より設置された部隊であり、アメリカ陸軍特殊部隊軍の長距離偵察作戦の支援を主任務として、その基地の防衛及び作戦支援に当たっていた。その部隊編成は、基本的には MSF のものに準じていたものの、このような運用上の違いを反映して、対戦車ロケット弾発射塔や迫撃砲を持たないなど、やや軽装備である一方、 通信装備はやや充実していた。ニクソンドクトリンに基づくベトナミゼーションを反映して、新時計画は1970年に終了し、その部隊は順次にアーベン・レンジャーの部隊として転換されていった。しかし、少数民族を主体としたシッチ隊員と、金属主体のアーベンとの間の民族的な反目は大きく、アーベン・レ下で活動することをが演じない隊員も多かった。 1964年頃より、すでに、これらの隊員を主体としたベトナムからの分離独立を目指す、反政府武装組織として、カンボジアの影響下に、フルロが結成されており、失時計画終了後、さらに多くの隊員が、フルロに流入した。フルロの残党は、サイゴン陥落後も、統一されたベトナム政府に対して、武装闘争を継続していたが、次第に劣勢となり、 カンボジア領のジャングルに拠点を移した。そしてカンボジア内戦の終結プロセスの一環として、1992年10月10日、国際連合カンボジア暫定統治機構に武器を引き渡して投降し、武装闘争を終結させ、約400人が難民としてアメリカに渡った。ありがとうございます。